はい、皆さん、こんにちは。はい、ということで、えー、8月17日になりました。えー、お盆休みも、もう終わったんですかどうなんですかねえー、世間の皆様は、いつまでお盆休みだったんだろう。まあ、うちの道場は、えー、昨日までですか ?16 日までお盆休みで、今日から、えー、通常運転という感じなんですけど、えー、世間の皆様は、 13、14、15がお盆なのかななんか、そこら辺、コメントでおしえていただくと嬉しいかなと、えー、思ってます。はい。えー、まあ、お盆も変わらず、僕はね、もう試合まであと1ヶ月半なんで、1ヶ月と10日、ん今日で1ヶ月と8日か。もうすぐなんでね、えー、相変わらずというか、えー、追い込みをしてました。えー、まあ、減量も軽く始まって、まあ、まだスイッチは入ってないですけど、あのー、 試合だなという感じですね。はい。えー、まあ連日暑くてね、なんか暑さの中にも、なんて言えばいいんですか、蒸し暑さがすごいね、こう、加わってるなと思って、ちょっと体調崩,せ崩しやすいような感じなんでね、えー、気をつけたいなと思いますし、皆さんも気をつけてください。今日は低気圧来てるのかなえー。 ちょっと低気圧っぽくて体がだるい感じもするんですけど、えー、雨もねところどころ降るみたいな予報も出てるんで、えー、皆様お気をつけください、はい、最近ね朝、えー、フルーツをね食べるようになって、えー、あと夜も豚肉とか、えー、夏にね結構やっぱ汗をたくさんかくのでミネラルビタミン失われやすいので まあ、毎食ごとに一番いいのはフルーツを、こう、何でもいいので入れたりですね。あと、まあ、お肉も、こう、脂身の少ない。えー、まあ、豚肉とかね、が一番いいのかな。まあ、牛肉とかもいいですけど、えー、そういう風な感じで。あとね、クエン酸をね、あの、取るといいみたいです。えー、お酢だったり。まあ、僕の場合はもうね、クエン酸っていう、あの、薬局で売ってる、 やつをね添加食品添加物のクエン酸を買ってですねで、まあ、それをプロテインに入れたりして補給したりあと練習中のドリンクに入れたりして、えー、補給してできるだけこう体からね、あのー、塩分が抜けすぎないように栄養が抜けすぎないように工夫しながらやってます、はいえー、今日もねこの後、えー、練習に行きたいとそう思ってます、はいえー、では皆さん本日も頑張っていきましょう ありがとうございます。